DMF 内部分裂終わりだよ。おっさん同士でおっさん同士でわーって盛り上がって、大魔王とかも分裂して、もう二度と来んな、もう脱げてやるって脱げてったら、帰ってきたマサキングがみんなと一緒に遊びたかったのにって泣いてた。俺どうしたらいい？まさかそのガチで心配して泣くやつあられるとは思わなくてさ、俺どうしたらいいかな。もうむちゃくちゃなのよ。いやなんか、泣くっつって、戻ってきたらみんなと遊ぶところがなくなっちゃってって言って泣いて、顔をこうやって安定させて消すっていうクリップがあるんだけど、俺もモンキーももう多分戻る気ないし、だいぶ3日間で遊んだから、遊ばせてもらったからもういいかなってなってたんだけど、最後そのサーバーで一番でかいクラン同士が戦うっつってバーって戦ってて、で京一郎さん一緒に見に行きましょうよって言って見に行ってて、でなんか最初に建てられた仮設エリアみたいなとこ登ったんだけど見づらくて、あ、塔の方が見やすいよって言ったら、近づくと大魔王の声が聞こえんだよ。で俺がって感じになって、マスキング上上がってって、俺もゆっくり上上がってったら、みんなこうわっキャッキャウフフやってんのよ。うわやばいねあれ、うわすごいすごいって。でも昨日までみんなに恐れられてた俺はレイドに敗退して、でもそんなキャッキャウフフした空間に入れなくて、一人寂しく車に乗って帰る途中にめちゃくちゃドス攻撃食らって全然帰れなくて、うわって帰れなくて、道中もなんかカップルみたいな VC ずっと聞こえて、俺一人でずっとドス攻撃食らえるから車でグーンってなって帰って、なんとか家に着いて最後大魔王と一緒に撮った写真を眺めて終わった。もう、いやこの数日めっちゃ一生懸命ラストやったから疲れたなってずっと寝てたの今日。でずっと寝てて、寝てたらクリップ見つけて、 DMF 分裂して男泣きの向かいっていう、なんかなんだと思ってピッて見てたら配信外でね、でしたら俺はみんなと遊ぶ場所があったらよかったのに、帰ってきたら亡くなって泣いてる向かいマスキのクリップで、いやマジで勘弁してほしいなっつって、はいはい、配信外でもう一緒に遊びたかったしあれだったのに、帰ってきたら遊ぶゲームなく、一緒に遊ぶゲームなくなって、なんかバラバラで一緒に遊べなくなってみたいな。だから普通に、いやダメよ、ダメダメよ、それはそういうのじゃないじゃん。俺たちのラストはそういうわけじゃん。もう最後生きり散、3日間で生きり散らかしたデブがクランがだいぶ分裂して抜けてったやつの写真を見て悲しいエンドで終わったべ。俺のラストはドス攻撃食らいながら生きり散らかしてたのに、みんなが話しかけてくれてたのに、もう敗退した後何もなくなって誰も話しかけれなくて、そのみんなの交流してる縁にも入れなくて、一人寂しくね、お金で買った車乗ってこうやって最後写真見て終わるっていう。マサキングいるわ。おい泣くなよマサキング、マサキングやめてや、泣かないでよ。いやお前が仕事するから悪いんだろ、お前が仕事するから。ふざけんなよ。仕事すんじゃねえよ。